ただいま、歌うま、東西、ホスト対決というのをやっておりまして、チョリゾーが D ブロック、ユッティが A ブロック、ランランが C ブロックで、出場してるんですけれども、第一選考はですね、投票制になっておりますので、概要欄にリンクの方を貼っておりますのでね、そちらから投票よろしくお願いします！お願いします！お願いします！1日1票、絶対味方してください！よろしくお願いします！お願いします！それでは本編、どうぞ。ワンチャンスでフォーカーです。チャン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 、はいはい、チョーです。シックスがユッティです。アンコーキラナトーレです。ピッ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 。今回はですね、珍しく真面目な話でもちょっとしょうやないかと、真面目会を行います。はい、はい、真面目会言うてんねんからなんか聞こえてくれなあかんで、君ら。あ、まあそうっすね。まあやっていこう、ポンコツ感じで。ちょっと、はい。まあ、というのもですね、僕たちが YouTube を始めたきっかけをね、まだ動画で言ってなかったと思うんですよ。あ、うん、あ、それを今回ちょっと、まあ、もともとね、僕自身が新しいことに挑戦していきたいっていう、まあ、人間なんで、まあ、それプラスね、面白いこと自体が好きっていうのもあるんですよ、僕がね。あ、松本人志好きであったりとか、うん、それでね、まあ、YouTube 自体がブームになってきてね、で、僕自身も YouTube 見る機会が多くなってきて、まあ、僕らにでも YouTube できるんやっていうのをまず知ったよね。ほなやってみようかと、僕がまあ経営してるお店で YouTube やりたいやつ集まれっていうのをやりまして、集まったメンバーで作り上げたんがフォーカードっていうね、グループなんですよ。ああ、うん、はい、そうっすね。まあ、実際それでやってみて、まあ、試行錯誤しながらやって、とりあえず撮って投稿してっていうのを俺たちは続けてたわけなんですよ。まあ目に見える結果で言ったら、まあ、チャンネル登録者、まあ、伸びませんね。再生回数とかもうんちですね。そんな時にね、まあ、YouTube で飯食ってある人ですわね。もういわゆるもう成功してある人。あ、はい、僕たちにまあ協力してくれたのは、まあ、ヌーンちゃん、エドちゃん、エドットコムと、で、まあ、さやちゃんで、竹脇翔さんかな。まあ、撮影風景見せていただいたりとか、はい、動画まで見てもらって、そうですね、こんなことしてくれへんよ普通。そうですね、こういうとこをこうした方がいいとかいろんなアドバイスを受けて、プラスこんなね、うんこ野郎どもに一緒に動画出してもらったりとか、すごいことやから。そうですね、めっちゃええみたいで、今出させていただきました名前の YouTuber さんの、まあ、アドバイスももちろんあったんですけど、プラスそこにやっぱ自分たちが YouTube やってての思いとかね、まあ熱意やな、言ったらもうそれで飯食ってるわけやから。まあそうっすね、うん、思いがやっぱちゃうかったやん、うん、俺らと。で、まあ動画に対しての向き合い方と工夫であったりとか、うん、やっぱ勝つべくして頑張ってはるなっていう、はい、まあ、そこにプラス自分のね、武器というもの、例えばこの人やったらこの人みたいな武器をね、それぞれ持ってはるっていうのが、まあ、すごい印象的やったくない、やっぱ俺たちな。そうですね、うん、まあ、竹脇翔さんに関してはちょっとご飯食べながら話す機会があって、まあ、僕たちがホストなわけで、自分たちの武器をまず作るっていう面でチョリゾーさんたちホストじゃないですかと、やったらあんまり一般人の方も知らへん人が多いから、そっちを中心に構造組んで一回やってみてはと。もう俺はズドンと来たね、俺舞い降りた。ああ、なるほど。雷が、まあ、僕自身がスポンジのような人間になれって言ってるのと一緒で、成功して歩いての話絶対俺は聞くべき人間やと思う。プラス雷も走ってみたし、これやと。無敵っすね、無敵ング。今フォーカードがこう形できてきたっていうのは、はいはい、やっぱあの竹脇翔さんが俺と一緒に2人で喋ってくれて、まあ俺らフォーカードのことをいろいろほんまに分析しながら考えてくれて、はいはい、しっかりと教えてくれたから、まあ僕は本当にそういう面でめちゃくちゃ感謝してますね。会ったことない？ある。竹脇翔さん5人のフォーカードのメンバーですもんね、言うてます。多分見えてないですね。見えへんわけない。やめてください。見てんです。僕の武器なんで。やめてください。もうフォーカードっていう形やね。そうですね、はい、形ができてきたのはマジでその人たちの僕はおかげやと思ってます。まあもちろんメンバーはみんな思ってます、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあそういう経緯があってね、うん、今のフォーカードっていう形ができて面白い言うて視聴者、視聴者頑張れ、それぞれ視聴者様がね見てくれてるわけですから、うん、もちろん感謝しております。もうそれがなかったら僕たちは何もできないわけですから。ただの3人ですか、うん、2人やったら。いや、今日は見えてますよ。使い分けてんねん。そしてね、まあ、ホストっていうイメージ自体がね、まあ日本中あまりいいよろしくないのよ、イメージが。まあそうですね、うん、よろしくないね。もう僕たちは今実際にホストクラブで働いてて、そうじゃないよと。実際に全員が全員そうかって言ったらそうじゃないと思う。
僕たちフォーカードでそのイメージを変えれたらなっていうのは間違いなくあるから、はい、引っ張っていきましょう。はいはい、はい、そういう思いがあってね、もっともっと皆さんに面白い動画を届けれるようにね、はい、僕たちも頑張りますんでね、これからも応援の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ僕らはねこういう感じで言ったけど、ランナどういう思いでやってんの？結局有名だった女の子にやっぱモテるし、うん、だからいっぱいエッチしたらいいでしょ。そういうことですよね。